そんんんなの意味あるんですか黒さん本当そうですね。堀井さんそんな感じでしたよ。<laughs> そう聞いていい意味あんのみたいな <laughs>。意味あんのみたいな <laughs>。もう本当そんな感じでしたよね。しかも、卓上から。上からね <laughs>。<はい S 2> <laughs> まあ今回ね、サポートの差にしましょうか。あの、なんだろうな。うーん。 イチロー選手が引退してから、なんかその、高校、高校、智弁和歌山だったかな、なんかいちょっと教えに行ったみたいな、なんか動画があったんですよ。智弁和歌山だったかな、高校生を教えるみたいな。でもね、2>, <の>2泊ぐらいなんですよ、2回ぐらいなんですよ。だから、イチロー選手ができるサポートって、それぐらいなんですよ。 でも僕と久保さんはもう死ぬまでできますから大丈夫です <laughs> そ<う>。だからそのな,なんかね昔お客さんが言ってたような気がするんだけどなんだっけなあの手が届かない美人より身近な普通みたいな <laughs> 身近な普通みたいな。 美人手が届かない美人より身近な普通だったかな。なんかあいい名言を出してたんですけどね、前。そうだからあの、身近な普通でいいんですよ。うん。だから、あの、か、なんかよくネットビジネスとかは、あのよく結果が出てませんとか、結果がないと、まあ、周りはね、やっぱり、まあ、キャッチコピーとして、 あのいくら稼いでますみたいなねまあ,あよくあるんですけどもやっぱそのよくあるものをみんな見てるもんだからやっぱ稼げてない私がこう発信しても誰も見てくれないということを言うんだけどもいや誰も見てくれないとかじゃなくて見てあげればいいんですよ、うん、ちゃんと寄り添ってサポートしてあげればそれはあのー、なんだ有名人に勝てますからてか有名人はそれができないんですよ だって、まあ、青汁王子の昔僕ライブ見てましたけど、追えないです、あんだけチャット入ったら。もうバカバカ入ってくるので、無理ですよ。だから久保さんとかはね、チャット読み上げられますよね。毎,毎日してると思いますけど、<laughs> 青汁王子みたいにチャット入ってきます。ブワー、入ってきます。ね、いつも多分数人のチャットをしっかり読み上げて、で読み上げてくれるもんだから、もうコアメンバーですよね <laughs>。そう。 だから、あのー、青汁王子にいくらチャットしてもね、読み上げてくれないけど、久保さんは読み上げてくれるわけじゃないですか。で、そこなんですよね。だから勝てるんですよ。そう。だその、うん、なんだろうな。この人にはできない、この人の結果はできないけど、この人、その人、 青汁王子みたいな結果は出せないかもしれないけども青汁王子ができないことを僕たちはできるってことなんですよね。でも逆にそれをすらしないんだったらまあ難しいでしょうね。それもしたくありませんみたいな。どこで勝負すんのみたいな。あなたは有名人ですかと話して有名人でもなければ普通の,普通の人なんで普通の人があの人の上に立つんだったら。ね。少なくても。 なんだ商品をこう売っていくっていうことであるならばポジ,ショポジショニングとしては先生のポジショニングにならないと生徒が生徒にお金を払うっていうのはなかなかないので、うん、どうすかねあの習字を習っててねまあちょっと小学校の時習字を習ってましたみたいな人がいるんだったらちょっとイメージしてほしいんですけど習字を習ってますじゃあ集金まあ月謝先生に払うけど月謝をね 隣の子に払いますか払わないですよね <laughs>。だから、あの、月謝をもらいたいんだったら、少なくともポジショニングは先生にならないといけないんですよ。で、やることは単純で、ちゃんとその習字を見てあげるってことですね。もうまく書けたね、とかね。ここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないとかね。か気にかけてあげるっていうそ、それできるじゃないですか。うーん。 久保さんのその熟成さんでその電話の悩み聞くっていう人のもなんかねあのお仕事ありますけども親身に悩み聞いてくれたらあの有名人じゃなくていいんですよ <laughs> 有名人は親身に悩み聞いてくれないさ一般ピーポーの人だから堀江さんに僕が悩みを真剣に聞いてもらうためには堀江さんと対等もしくは堀江さんの 上の結果を出してないと対等に話せないなと僕は思いましたけどね。堀江さんから聞き出すっていうのは、だからソフトバンクの孫正義さんが多分堀江さんともし対談したら、多分堀江さんはあの形で孫さんに対応しないと思うんですよ。わ、まあ、かんないですけどね。わかんないですけど <laughs>、うーん、ビル・ゲイツとかね、イーロン・マスクと対,対談した時に、イーロン・マスクにそれ聞いていい意味あんのとは言わないと思うんですよね。 おそらくですよ。わかんないですけど。<laughs> ね。わみたいな。何それそういう、俺に聞くみたいな。<laughs> イーロン・マスクに多分、余裕あんと思うんですけどね。な <laughs> か堀江、堀江さんと対等に話すのはね、僕は難しいなと思いましたけどね。うん。多分、イーロン・マスクが、堀江、堀江みたいな、ジャパニーズ堀江、みたいな。人生とは何、何何な、な、なんかなみたいなね。聞いたときに、 ねそんなの俺に聞くな意味あんのみたいな返しは多分せんと思うんですけどね。まあわからないですけどね。わからないけれども、うん。まあ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 、あの、僕たちはできることがありますので、できることやればいいんですよ。いってらっしゃい。